ユナイテッド航空297便の残骸ユナイテッド航空297便墜落事故は1962年11月23日にアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク国際空港発同国ジョージア州アトランタ空港域のユナイテッド航空297便が第一経由地のワシントンナショナル空港へ向かっている際に鳥の群れに遭遇 少なくとも琥珀町に岩が機体に衝突し深刻なダメージを与え、制御不能に陥った結果メディーランド州、ハード郡、エリコットシティ近郊に墜落し、乗員乗客17人全員が死亡した事故である。この事故により、飛行中のバードストライクによって引き起こされる可能性のある機体への損傷をより深く把握することができた。この結果連邦航空局は新しい航空機が バードストライクにより安全に飛行、または着陸する能力に影響を与えることが、内容衝撃に耐えうる構造にすることを要求する、新しい安全規則を発行した。事故機は1956年6月30日に製造されたシリアル番号128、機体記号 N7430 のビッカースバイカウント 745D であった。事故機は、事故時点で、 合計18,809時間の飛行時間を持っていた。事故機はもともとキャピタル航空の所有機であったが、1961年にキャピタル航空とユナイテッド航空が合併した際にユナイテッド航空の所有機となった。297便の機長はペンシルベニア州出身のミルトン・バロックであった。バロックは第二次世界大戦中に アメリカ陸軍航空隊に所属しており、ヨーロッパの戦場で戦い主君飛行十字章を授与されていた。第二次世界大戦が終結するとバログはキャピタル航空に入社した。副操縦士はロバート・ルイスであった。ルイスは定期運送用操縦士資格を取得していたが、更新せず執行しており、事故当時は事業用操縦士資格のみを取得している状態であった。また、 その他にメアリー・キークラインとカレンジー・ブレントの2人が乗員として登場していた。297便に登場した13人の乗客のうち6人はユナイテッド航空の非番の社員であった。ユナイテッド航空297便はニューワーク国際空港からワシントン・ナショナル空港、ローリー・ダーラム空港、シャーロット・シエー空港を経由し、アトランタ空港へ向かう。 定期旅客便であった。ニューアーク国際空港からワシントンナショナル空港までの区間は、新体気速度260ノットで所要時間1時間ほどの予定であった。297便は、現地時間午前11時39分にニューアーク国際空港を離陸し、12時14分まで正常に飛行し、高度1万フィートから6000フィートまで降下していることが確認されている。 12時19分、管制官は297便の飛行している付近の空域において、多数のアヒルや課長の群れがいるという報告を受け、その群れを297便に伝えた。12時22分、ワシントンナショナル空港アプローチ管制が297便に、方位200度へ左旋回を行うように指示し、機長は指示を承諾し、それに従った。しかし、 その直後の12時23分にアプローチ完成が震度変更指示を出した際には297便は応答せず1分後の12時24分には機影がレーダーから消えた。297便は高度6000フィートを飛行中に2羽の琥珀鳥が水平尾翼へ衝突した。1羽は右水平尾翼の表面に衝突し比較的小さい長さ約1フィート。 深さ8分の1インチの穴を開けただけであったが、もう1羽は左水平尾翼を完全に突き破り反対側へ抜けた。この時の衝撃により左水平尾翼が機体から外れ、機体の残骸から4分の1マイル離れた場所へ落下した。後に調査官は鳥が数インチでも上下に逸れて衝突していれば、左水平尾翼は 外れず墜落は起きなかっただろうと推定している。297便は、左水平尾翼を失ったため制御不能に陥り、1分も、経たないうちに6000フィートから地表付近まで落下し、待機速度は240ノットから365ノットにまで上昇した。297便は、メリーランド州、ハワード郡エリコットシティに墜落し爆発炎上。 乗員乗客17人全員が死亡した。左水平尾翼で確認された損傷事故後、ワシントン DC より民間航空委員会のジョージ A、バンエップス率いる10人の調査チームが到着した。297便の残骸は直径100から150ヤードの領域に散在していた。墜落後に発生した火災により、胴体と右翼、左翼の一部が溶けていたものの、 調査官はフライトレコーダーの回収に成功した。調査官は297便の残骸を回収し、ワシントンナショナル空港で組み立てて調査を行った結果、297便に少なくとも2羽の鳥が衝突したと結論付けられた。左水平尾翼より部分的な鳥の死骸と羽根、ね、組織、血液が発見され、 メリーランド州の医学検査官によりそれが鳥由来のものであると確認された。現場で見つかった羽と骨の標本はワッシュ国魚類野生生物局へ持ち込まれ、体重18ポンドを超える鳥である、小白鳥のものであると特定された。また、ワシントンナショナル空港付近を事故前に通過している別機の乗員が高度5500フィート付近を飛行中の50杯ほどの 大きな白い鳥の群れを見たと報告しており、管制官が付近を飛行中の航空機に対し鳥の群れに警戒するよう呼びかけていたことからも、297便は、小白鳥の群れに遭遇した可能性が高く、バードストライクが原因であるとされた。1963年3月22日、CAB は、事故調査の最終報告書を発表した。報告書において、事故の推定原因は、 琥白鳥が左水平尾翼に衝突し、衝撃で左水平尾翼が脱落した後の機体制御能力の喪失であると結論付けられた。CAB はバードストライクによる現代の航空機の事故リスクを判断し、バードストライクが発生した場合における航空機の安全性を高める方法を学ぶために追加の調査を実施することを推奨した。前方より見た。 ビッカースバイカウント水平尾翼が主翼のプロペラの端より上にあるのがわかる事故以前、機体制御に重要な部分は主翼及びプロペラによりバードストライクから保護されているという考えの下で航空機の設計が行われていた。しかしビッカースバイカウント 745D では尾翼がプロペラより上部に取り付けられてより保護されていなかった。また、 航空機の巡航速度の増加により、バードストライクによってもたらされる損傷の大きさも増したが、バードストライクによる危険性に対する先行研究は全て事故より30年前の1930年代に行われていた。当時バードストライクの安全性に関して有効だった唯一の対空性規制は民間航空規制4ビット上であった。これは、 巡航速度で飛行中に4ポンドの鳥が衝突した際に衝撃に耐えることができるフロントガラスの使用を要求する内容であった。事故の結果 FAA は他のバードストライク事故のデータを確認し、いくつかの種類のジェット機でバードストライク試験を実施した。試験の結果、調査官はほとんどの航空機は本質的にバードストライクに対する耐性があると結論付けたが、 墜落した木を含むいくつかの航空機は、機体後部においての対衝撃性が脆弱であった。1968年、FAA は、巡航速度で8ポンドの鳥が、ビブに衝突した後、飛行機が安全に飛行及び着陸できるが、対衝撃性を持たせることを要求する規則の追加を提案した。FAA は、多くの意見を受け取ったが、 いくつかの意見では衝突する鳥の体重を8ポンドとしている明確な理由がなく規制が不十分であるとし仮にこの規則が297便の事故以前にあったとしても297便に衝突した鳥の体重は規制の2倍の重さの18ポンドであったことから結局のところ事故は防げなかったのではないかと示唆した1970年5月8日 連邦規則集14巻25章631条、バードストライクによる損傷が発行された。この規則により、当該機体において到達し得る速度で飛行中に、体重8ポンドの鳥と衝突した際、継続的な安全な飛行と着陸の能力を喪失しない、対衝撃性を持つ尾翼構造を設計する必要があるという要件が追加された。ありがとうございます。